突然ですけど皆さん、暇じゃないですか。まあ暇でしょうね。こんなご時世だからな。そう思って皆さんにおすすめする、アニメベスト10を紹介したいと思います。じゃあ早速紹介していきます。第10位。ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかです。あれ、この前3期やってたわよね。なのに第10位なの？と理由としては、面白いんですけど、他のに比べるとあまりピンとこなかったんだよな。いやなんだよその適当な理由。これから先もこんな理由ばっかじゃないよな。これからはちゃんとした理由ついてるから大丈夫です。じゃあ次行きますね。第9位。リ、ゼロから始める異世界生活。です。おお、2期が発表された人気作品じゃねえか。僕は原作を買ってるからわかるんですけど、前の1期の最後を小説で読むと、ものすごく中途半端なところで終わってるんですよ。なのでなんか大事なところが抜けてるっていうか、まあそこは賛否両論だと思うんですけど、そこら辺は原作の9巻を読んでみてください。あとはネタバレしそうなので次行きます。第8位。魔法科高校の劣等生。です。これも今度2期あるよな。いやー待望の2期です。確かこれって劇場版やってなかったっけ？ちなみに僕は見たことがありません。てっきり見たことあるのかと思ってたわ。でもなんかあれ話によると原作と時間軸が違うとかなんとか。っていうこともあってちょっと下の方ですね。今、MX やアベマ TV で一期再放送してるんで、よければ見てみてください。さあどんどん行くわよ。第7位。イニシャル D。うわ、いきなりどうしたのよ。いやなんでもない、いつもの発作です。さて、第7位はイニシャル D です。イニシャル D といえば、レース中に流れるニューロビートが最高なんですよ。あ、ちなみにこのアニメは、僕の人生というか、最終的な目標をくれたアニメでした。このアニメにはとても感謝してます。グランツーリスモを始めた理由もこれです。つまりこのアニメはお前にとって、今後の人生を左右させたアニメだったんだな。そんな感じかな。これを見てさらにスバルに就職したいと思いました。次行きます。第6位。魔法少女マドカマギカです。うわ、痛そう。パッと見そう見えるかもしれないけど、中身は結構重いです。私そういうの苦手なんだぜ。しかも音楽が梶浦由紀さんなんです。フェイトとか SAO をやってる。そう、その人です。今はあんまり時間がない方には、劇場版を見ることをおすすめします。ちなみに劇場版は興行収入20億を超えていて、当時深夜アニメ枠では快挙でした。当時？まあ後でわかるさ。次行きます。第5位。とある魔術のインデックス。なぜレールガンじゃないんだ。いや、個人的にインデックスの方が面白かったからです。この前原作が創薬編に入ったわよね。もう創薬編に入ったから新薬編を、早くアニメ化しないか待ち遠しいです。ちなみにラノベ用の本棚は4分の1がインデックスで埋まってます。好きなキャラは誰なんだ？三坂美琴も好きだけど、個人的にはオケヌスです。誰？一言で言うと、すごい格好してる人です。原作見てる方、合ってますよね。すごい格好してますよね。これ以上はネタバレになるので何も言いません。次、第4位。4月は君の嘘。初めて聞いたぜ。なに？あんなに泣けるアニメなのに、知らない？だと？これは父におすすめされました。あんたの父親どんな人よ。まあまあそこら辺は置いといて。半年で終わる短いアニメですが、ちゃんと完結しています。青春系の話なので結構いいですよ。OAD も持ってますよ。それもお父さんの。そうだよ。さて、残り3つ。ここからはあらすじも兼ねて、紹介していきます。第3位。コードギアス反落のルルーシュ。あらすじを話します。公暦2010年8月10日、世界唯一の超大国神聖ブリタニア帝国は日本と地下資源桜台とをめぐって対立し宣戦布告、日本に侵攻した。日本は占領され、ブリタニアによって、エリア11、と呼称される。日本侵攻から7年後、日本に住むブリタニア人の少年、ルルーシュ・ランペルージは、謎の少女、C2、から、他人に自分の命令を強制できる絶対遵守の力、ピアス、を授けられる。ルルーシュは暗殺された母親の仇を取り、妹のナナリーが安心して暮らせる場所を作るため、仮面で素顔を隠して、ゼロ、と名乗り、レジスタンス組織、黒の騎士団、を結成、ブリタニア帝国に対して戦いを挑む、といったことがコードギアスのあらすじです。多分今まで見てきたロボットアニメの中で、トップを争うくらい面白かったです。1年くらい前に劇場版やってたよな。ああ復活のルルーシュね。あんた見に行った時なんかもらってたよね。ああそういやフィルムもらいました。使い道がわからないわね。あと主人公の声優が豪華なんですよ。例えば、ルルーシュの声は、福山潤さん、スザクの声は、桜井貴宏さん。確かに有名だな。さて、そろそろに行こう。第2位。
フェイトステイナイトアンリミテッドブレードワークス。あれ、なんでヘブンスビールじゃないの？そうだぜ、なんで UBW にしたんだ。僕は初期のステイナイトは見たことがありません。つまりセイバールートだな。そこでヘブンスフィールも公開してたんですけど、 DVD がまだ新作だったため、レンタルするのを親に拒否され、当時は借りられませんでした。あらら。そこで借りたのが UBW でした。最初のワンクールは一気に借りました。あれ、そっちの方がお金かかってない？そしてその後週1で2巻ずつ借りていって、全部見終わった後にアベマ TV でヘブンズフィールを見たけど、 UBW の方がちょうどいい面白さでした。これはあくまで個人の感想です。あらすじはまあわかるっしょ。投げやりだな。ってことで第1位です。第1位は、ソードアートオンライン。まあ予想通りでしょ。そうね。予想通りだったわ。今度ウォーグアンダーワールドの続きやるよな。そうだね。だけど自分の一番の注目ポイントは、音楽です。ああ、OP とか主題歌のことね。いや違うよ。え、違うのか。窓マギの時も言ったけど、音楽がこれも梶浦由紀さんなんだ。誰それ？梶浦由紀さんは、窓マギや SAO 以外にも、フェイトゼロや、フェイトステイナイト、ヘブンズフィール、あと鬼滅の刃とかですね。どれも有名作ばっかだな。だしょ。ちなみに好きなキャラは、勇気です。ってことで以上指摘アニメランキングでした。皆さんの知ってるアニメはありましたか？ぜひ、チャンネル登録、高評価お願いします。それでハバイ。